内部告発かか義,義務違反か、うん、鹿児島県警で今何が起きているはい朝日新聞によりますと内部文書を第三者に漏らしたとして国家公務員法違反の疑いで鹿児島県警の前生活安全部長が逮捕された事件をめぐりまして鹿児島県議会総務警察委員会は11日集中審議を実施しました前生活安全部長から県警職員の犯罪行為を隠蔽しようとしたと名指しされました 野川明る本部長は「必要な対応を取っていて隠蔽の指示を行ったことは一切ございません」と述べて改めて関与を否定するという事態になっていますがさあ鹿児島県警では一体何が起こっているのかということなんですがさあさん本当にこれちょっと複雑なんですか構図が。 そうですね、大きく2つのブロックにこれ、分かれているというふうに考えてもらっていいんだろうと思うんですね。それは一体どういうことなのかというと、そもそもの発端は、ね、今年4月8日に、福岡に本拠ね、ニュースサイトのハンター、調査報道を行うところなんですけれども、たびたび、この警察の不祥事を扱うニュースサイトとして、よく名前が知られているところなんですね。ここに 鹿児島県警が家宅捜索を実施したんで、すよ、うん、でそれは一体どういうことがあったのかというとですね、その過去にですね、鹿児島県医師会職員だった男性 A さん、うん、A 氏がですね、うんえー、県内の病院からですね、うんえー、療養施設に派遣された看護師の女性 B さんを襲ったということで、うん、ね、まあ、あの強制性交があったんではないかというふうな疑惑が出てきてですね、うん、これ2021年9月なんですけれども、うん うん、ただ、ですねこの、えー、襲われた側、被害者と称する B さんは、ですね、うんえー、鹿児島中央署にいろいろと相談を持ち込んでたんですね。ところが、ですね、えー、その被害届の受理を、まああのーまあ、B さん曰くですけれども、うん、あの拒否されたというか、ですね非常にこう抵抗を受けたと、うん、あなたにとっていい、望む通りの結果にはなりませんよと言われて、うん、なんか脅かされたみたいなところがあって、ですね、うん、結果的にこの強制性交事件がなかなかこう 実験されないものですから、うん、まあ言ってみれば、ね、ハンターに情報提供して、うん、えまあ告発をして取り上げてもらおうと思ったというところがあったんですね。そうすると、えー、こうあの県警内部の情報が漏えいしてるんではないかということで、うん、このハンターに対して家宅捜索が行われたんですよ。つまり そういった強制性交疑惑というのがあって、で、それを売れつけるかのような、え、県警のですね、内部からのですね、情報提供があって、それを合わせて、そのニュースサイトに掲載されたというふうな、え、ことを疑った、え、まあ、この情報漏えがあったんじゃないかと疑った鹿児島県警はですね、え、家宅捜索を実施した。これが一つ目のブロックなんですね。はい、これ一つ目。はい。え、で、そうすると家宅捜索を実施して、いろいろ調べていくと、別件のね、え、内部告発が寄せられて、 いるということが分かったんですよほ<う>それが今回の、うん、あの県警職員による盗撮疑惑はい、はい えー、これをですね、えー、まあ、あの、生活安全部長がですね、うん、当時の現職の部長が、うん、要するに、えー、反対に対して、情報提供してたんではないのか、みたいなね。そぇー。で、えー、その疑いになった。<う>で、そこで、この、外部に漏らしていた、生活安全部長がですね、うんまあ、それが本田前全部長になるんですけども、うん、国家公民法、ね、えー、違反、これ、衆議院違反なんですが、うんうん、容疑で、えー、5月31日に逮捕された。 という。<ー>まあ言ってみれば2階建てのこの問題が発生したんですね。これでも、どうなんですかその前,前の生活安全部長は、えーえー、それを、まあ、捜査上知り得たことですよねそれは。 ただですね、まあ、これについて、これを隠蔽しようとしてたと。鹿児島県警が、そういう盗撮の事件をですね、隠蔽しようとした。そのね、主導的な役割を果たしたのが、県警トップの野川来てる本部長、県警本部長ですね。 がもう一度チャンスを与えようじゃないかということで、その立件をしないような方向に誘導したというね<ー>、えつまり、その内部の不祥事をですね、表立てしないように、そのまあ、隠蔽工作をしたんではないかという疑惑が出てきたんですよ。これ、なかなか難しいですよね、その盗撮の疑惑があるのが、えー、っと、警察署の巡査部長の人で、はいでえー、その情報なんで、えー、隠蔽しようとしてたんじゃないか。でもその前の前生活安全部長はいいやいや そんなことは隠蔽してたんじゃダメだということでハンター側に内部から情報を提供したこれどっちがどうなのかっていうとう確かに複雑っちゃ複雑ですよね。 で、じゃあ、どこにいろいろ問題があるのかというと、そうそうまず一つ目のブロックを考えてみると、うん、ね、えー、まあ、その、えー、報道機関に対してですね、うん、まあ、メディアに対してですね、うん、その、家宅捜索をすること自体が、自分たちの、うん、え、ね、内部情報が伝わっていたということを理由にですね、家宅捜索をすること自体が、うん、これはね、異例しちゃ異例なんですよ。そうですよね。なるほど。うん、だよくも、まあね、よくも、まあ、うん、私思うんですよ。まあ、鹿児島県警が家宅捜索をするということ自体は異例でしょうか、 ただ、それに輪をかけておかしいのが、うん、なんで、まあ、あの、県警がいくら家宅捜索をやろうと思ったって簡単には入れない。つまり、裁判所の令状が必要なんですよそ,うそうか、そうですよね。はい。うん。なぜ裁判所はそういったことを判断しなかったのか。こんなに簡単に、うんえー、問題と思われるような令状を出してしまったのか。うん、つまり、これ、これはですね、警察だけの問題ではないというのが、 一点目あるわけなんですね。はいうん、そして、えー、まあ二点目の問題としてはですね、うん、この隠蔽工作ですね、二つ目のブロック、うん、つまり盗撮事件を隠蔽しようとした問題に関して言うとですね、これ二つの問題点があると思うんですよ。一つはですね、この、先ほどね、その隠蔽をね、し 主導しようとした、えー、本部長、ね、うん、野川本部長なんですが、うん、これバリバリのキャリアエリート警察官なんですよ。ああ、そうなんですか、ね。つまり、はあ、えー、で、東大法学部を卒業して、キャリア採用、うん、警察庁にキャリア採用されている。はいはい、つまり、えー、まあ言ってみればですね、えー、鹿児島県警本部長への就任は、うん、これはですね、まあ言ってみれば腰掛けみたいなものでね、うん、そこをかもなく、 不可もなく、そ、ね、過ごすことによって、うん、え将来出世のたイ、ね、ステップ上がっていくための通過点なんですよ。ああはあ、ということは、その人にあまり、<え>その人自体に傷をつけてもダメだっていうところがあるわけなんですね。で、ご本人も、こんな、なんかね、うん、えー、まあ、言葉悪いけど田舎のね、警察の、職員の不祥事で、俺の出世の道が閉ざされてしまうっていうのはね、うんえー、おかしいじゃないか、というふうに考えたとしてもおかしくない。 本,本来、警察組織ってどうあるべきかっていうと、身内の不祥事だろうがなんだろうか、しっかりそれを表に出さなきゃなんないし、実際、被害に遭った方が、あ,あ,あくまでね容疑の段階でいるわけですから、そこはしっかりと内部でやらなきゃいけないものを、そういった自分の出世のためにということが仮にあったとしたら、これは本当に悠々しき問題ですよね<で>、うん、そしてそれに加えて、先ほどはゆずさんが若干触れていただいたようにですね、 鹿児島県警本部にしても、鹿児島県警にしてもですね、うん、そういったエリート官僚、エリート警察官を預かってるからなんですよ、これってさ、須田さん、そういうのって、警察組織の中ではあることなんですか、<え>そのいわゆるエリート官僚というの方を預,預かってというか、えー、来てもらって、やっぱりこの来た人を大事にしなきゃいけないみたいなっていうのは。 そうですね。うん、ですから、そのね、人気においてはですね、うん、えー、無傷で送り返すというのが、市場名題になってくるんですね。うん、でも、そのこと言ってた,らたびたびそういうことを聞きますね。じゃそのこと言ってたら、本当に、何ですかあの、本格的な捜査とかってできないじゃないですか。あの、ちゃんとした内う々ちうちの内部事情とかってもでき、 もでできなないいじゃすかそうなんですよ、だからそこにね、つまり、内部の不祥事であるとか、先ほど申し上げたように、強制性交事件に関して言うと、要するにその加害者の側は、いやいや、自分の関係者は、要するに県警の現職職員だと、県警の現職会館だというところを言っているということで考えると。だから、思ったようにならないですよのは、そういうことなんですか えたんだけど、ううあ<ー>、えー、あいかんあそれが全部事実だったとしたら。 えンガンなっちゃ話ですよね。そうですね。そうすると何かこうで、え、警察サイドが事件化しなきゃならないものがそこにあるにも変わらず、自らの何か事情、死によって、死的な思いによってですね、それをね、封印してしまうというのは、これどうあったって許すことはできないし、ね、そういう疑惑が少しでもあるとするならば、それちゃんと表に出して検証してもらいましょうというのはね、公益通報制度、公益通報者という形になってるわけだけども、その公益通報者が今後 出てこないように、うんね、こうやって内部情報が漏洩したんだからといって立件するということ自体も、うん、要するに警察内部に圧力を加えるとか、プレッシャーをかけるみたいなところにもなってしまいますよ、ね、それでも、えー、今、報道でも出てますけれども、その野川本部長は、えー、隠蔽の指示を行ったことはないというふうにおっしゃってるわけですよね。 えうん、まあそういった点で言うとまあそう言わざるをえないという状況になるんでしょうけれども、うん、じゃあそういったね、うん、じゃあ問題が起こった時に一体誰がこれをね検証していくのかあるいはできるのかという問題を、はい、が出てきてしまうわけですよ。うん、でやっぱり、ねまあ、これよい よくも悪くも、よくも悪くもなんですよ。うん、今回悪いケースが出たんですが、うん、やっぱり、えー、身内をね、守るというのが、うん、やっぱり警察組織の中にものすごく強くあるんですよ。で、やっぱりそれは犯罪と対峙している、日々対峙していて、うんえー、緊張感にある、その警察にとってね、うん、やっぱりその身内の安全を守るっていうことが大事だっていうのは、それはよくわかりますよ、事情としては。うん、よくわかる。うんうん、ただ、その一方だからといってね、こういった不祥事であるとか犯罪行為に目をつぶってもいい。 潰してもいいといいととうことではない果たして今回はどうだったのかっていうのをね、うん、ねちゃんと検証する必要があるんだけども、はい、でしかもです、ねえー、裁判所はも含めてです、ね、その検証することは全くできないという状況になっているというのが、一番の大きな問題点ではないかなと思いますね、うんうん、おっしゃる通りですね、今、この県警の中で隠蔽があった、それを漏らしたうんぬんとなってくると、これを冷静に客観的な証拠だったり、事実みたいなのも積み重ねて、今回こうですっていうのは、誰の役割なんだって話になりますね。 これそうなんですね、うん、あのですからいろいろと議会で、うんえー、まあ、答弁させてるわけなんですけれども、関係者呼んでね、そうは言っても、ですね、うん、じゃあそこで本当に本当のことが出てくるのかどうなのか、事実をね、積み重カス言ってくれるのかどうなのかっていうのは分からない、うんうん、やっぱり、えー、こういうのは、ですねある種、強制力を持った第三者的な機関がですね、公正中立な機関が入らないと、うん 難しいんではないかなと思いますよね。うん、でもあの、結局政治資金のね、あの、改正法と同じでね、結局身内で、身内でやっちゃうと、結局身内を守るものにしかならないですよね。いずれにしても。自分たちのいいような法律しかできないのと同じで、何にしてもやっぱりその第三者機関っていうのは、スタ、ね、さん改めて必要ですね。どういった形で、まあ、あの、組織にしていくのかはありますけど。 ねうん、で、加えてですね、こういった、うん、あのね、ねキャリア、えー、警察官が、うん、えー、出向いていく、うん、あのー、県警本部、県警トップってのはですね、何も鹿児島県警だけじゃありませんからね。はい、うん。はい。いろんなところに行ってるわけですから、うん、そういった意味で言うと、果たしてこれがね、うん、えー、鹿児島県警だけの問題なのかどうなのか。そ,そう、なんですよ。うん、うん。で、ってことは、押して知るべしではありませんが、他の県警なりでも、 あってもおかしくないっていうところは薄く見えちゃいますよね、こう話があると。もし彼に隠蔽があったとしたならばということですよね。まあまあ ですから、まず最初にその隠蔽があったのか、なかったのかというのを、きちんとですね、うん、県民、市民が、ね、あの理解できるように、ね、認識できるようにですね、うん、ちゃんと検証しましょうと、はい、そしてその上でもしあったとするならば、うん、果たしてそれは鹿児島県警だけの問題なのかどうなのか、うん、47都道府県警全部、私はですね,ですね、えー、とりあえずチェックする必要があるんじゃなないいかなと思いますけどねでは、須田さん、今回の件について注目のポイント、おじきの目、お願いいたします。 これは相当根深い問題果たして鹿児島県警だけの問題なのかいや本当でもそうですよねこれどうですか検証するってもまだちょっと時間かかりますよねこれだけちょっと複雑な仕組みになってるとねそうですねあのですから勇気を持ってねやっぱりね、うんえー、内部の人は情報を、えー、提供してもらいたいなと思いますけどね。ーいやーなんか 今日あれですね須田さんいつも以上に「酒場イズム」が入ってた感じがありますね今日はそうなんもう犯人気抜きせずですよね言いたいこと何でも言って帰るて <laughs> ぜひあの来週も引き続き楽しみにしておりますので、ね、<laughs> 須田さん、はい、今週もどうもありがとうございましたありがとうございました,ました上泉雄一のエーナー現金10万円プレゼント今週毎朝番組のどこかで漢字一文字を発表 月曜から金曜まで5つの漢字をメールに書いて送ると現金2万円が5人に当たります。詳しくはエーナーの放送をチェック